カビキラーやキッチンハイターなどこの塩素系漂白剤には混ぜるな危険って書いてあります。でもよく言われるんですけども、何と混ぜたらいけないのかがよくわからないと言われるんですね。で、一応表示にはですね、酸性タイプの製品と一緒に使う、混ぜると有害な塩素ガスが出て危険というふうに書いてますが、よくわからないんですね。何と混ぜたらいけないのかということなんですね。一つにはクエン酸、これも酸性です。またはお酢、よく除菌にも使われますよね。またはレモン果汁、他の柑橘系も同じです。すべて酸性のものなので、これらを混ぜるとガスが発生するということになるわけです。ですから何と混ぜたらっていうのを覚えるよりも、こういった塩素系漂白剤を使うときには他には何も使わない、何も混ぜないというふうに覚えていた方が安全だと思います。